では30分ほどになりますが発表させていただきたいと思います。土平日と昼間にありがとうございます。本当にちょっと昨日雨で夕方来るはずだったんですけど、今日に変更してちょっとやらせていただいてるんですけれども、また雨が、ね、降ってくるということなので、ちょっと早くねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。この曲から愛とか恋とか、月曜日の朝憂鬱な気持ちも、君と会う日を思い浮かべればいつもの道に優しい風が吹き、心を弾ませ今日が始まるよ。昔は聞かなかったの歌や映画や香水の匂いでさえも、君が好きなものってだけでさ、どうして僕も好きなんだろう。こんなにも愛とか恋とかの言葉で片付けられないくらいの愛してるが、溢れ出して愛とか恋とかという曲でスタートしました。改めまして市川ひかりです。よろしくお願いします。続けて何曲か歌っていきたいと思います。小さい
所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。最高のフルコース、 What's your
勝利だね。君を泣かすから胸がとても痛くなんだ。人間だからね、たまにはばかり会えなくなって。君を泣かすから、また君を泣かすから。でも自信がないないないんだよね。変わりたくないないないんだよね。君以外会いたくないんだよね。なんて勝ってたね。だいたい曖昧だったよね。愛の存在証明なんて。君がそこにいるのにね。何百回の夜を過ごしたって、していただけたら嬉しいです。今年は、全国47都道府県でワンマンライブをするんですけども、大分の方にもね来させていただきますので、今日はそのチケットも持ってきております。よかったらご興味あればお話聞いていってください。よろしくお願いします。ではオリジナル曲なんですけれども、今日はピアノバージョンで歌いたいと思います。なんか SNS にあげたらフルで聞きたいという声をねいただきまして、ありがたいことに。とわにという楽曲です。聴いてください。近づくのだから、ああ君の
と出会い恋した日は2500万分の1の不思議。そりゃたまにはぶつかるけど、またそれはそれで大切だよね。何気なく見上げた昼空、綺麗に見えるはずなのにな。君がいない時は曇り空に見える。だからそばにいてね。ああ世界で一人だけの君という愛を見つけたんだ。だからああ君だけに届くよな。曲もいつまでもいつだってさ、僕は歌を読み詰め知ってそうな曲を歌おうかしらね。知ってそうな曲、あ、これだな。では宇多田ヒカルさんのファーストラブ歌いたいと思います。 OK。
出そうとしてる。忘れたくないことばかり、yeah. 明日の今頃には私はきっと泣いているあなたを思ってるんだろう、yeah.ありがとうございます。宇多田ヒカルさんのファーストラブという曲でした。ありがとう。残り5分ほどになりましたが、最後まで楽しんでいただけるように歌っていきますのでよろしくお願いします。あとカバー曲1曲とオリジナル曲1曲歌って終わりにしようかなと思います。ぜひぜひフライヤーの方もね配ってますのでもらっていってください。今年は大分でもワンマンライブをしますのでね、皆さんぜひお時間あれば遊びに来ていただけたらすごく嬉しいです。ではこの曲を月見さん、どう
ベル・メタさんの月見草という曲でした。この曲はご本人様とも歌ったことがあってすごく思い出深い曲です。風邪じゃないから安心してくださいね。今ちょっとね、声帯炎というものを患っておりまして、ずっとここに手あるのもそのせいなんで、いつも広々使ってるんですけどもね、ちょっと今日は制限しながら歌わせていただいておりますが、その中でも楽しんでいただけたら嬉しいです。ではラスト1曲はオリジナル曲で終わりにしようかなと思いますので、皆さんよければ、今日はねちょっとあいにくの曇り、雨ではなくなったね、雨は止んだのかな、もう、はい、雨ではないですけれども、あいにくの曇りですので、ちょっと晴らしに行こうかなと思います。Okay、青空見上げてという曲を歌わせていただきます。聴いてください。悲しみと悔しさの世界へ、この歌がどうか届くように、僕ら空をいつかは必ず虹をかけるから、笑顔でいられる毎日来るから、トンルッパ過去は僕の心の一部に、ため息もたまにはついていいんだよ、時だったから僕ら青空見上げて、当たり前の日々が尊くて会えなくなって初めて気づく、心意味のないことなど一つもなくて、笑顔でいられる毎日来るから、どんどん今この時愛せるよ、その顔を上げて起きられるぞ、僕が送るよ、笑顔でいられる毎日来るから、どんどんか過去は僕の心の一部に、だから僕ら青空見上げる、明日もここで青空見上げて、今日皆さんありがとうございました。これからも一緒に青空見上げていきましょう。いちかいかりでした。ありがとう。ちょうど雨が降ってきた。ありがとうございました。今年はワンマンライブのツアーで大分の方にもやってきますので、よかったら遊びに来てください。ありがとう。では
恒例の集合写真を撮って終わりにしようかなと思うので、写ってもいいような方はぜひ写っていってください。手紙読んだよ。お願いします。ありがとうございます。